どうも、えー、ボビーアドレザーのボビーです。えー、今日はですね、えー、12月の13日、えーね、日曜日です,あです、ね <laughs> えー。103回目の、もう103回目ですよ。ねえー、ライブ配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。 どうもボビーアトレザーのボビーです、えー、大阪のですねボビーアトレザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしておりますね、えー、もう年末の足音っていうかまあ、その前にまあ、クリスマスの足音が足音が <laughs> 近づいてきてますねまあまあ,あ毎日ですね、えー、アトリエでですねぎゅ、えー、ーっとやってますけどね、えーえー、まあ ね、あの今年ね2020年い,いかがお過ごしですかねどうでしたかねまあいろんなこともあったと思いますけどもねまあオンラインっていうのがねこういう感じで、えー、まあそういう僕の中ではあのリアルリアルのこういうのね元年になりましたけどね <laughs> まああのこうやってね毎日、えー、なんていうのかなこの様子をですねお届けできるのがあ日課になりました。 ねまあ、さっきも午前中もですねブログを書いてましてね、えー、ずっと、まあ、まあこういうことをねやってるんですけども、えー、今回はですね、えー、103回目のタイトルがですね、えー、制作プロ,プロセスをね共有したいなと共有しようっていうかねそういう感じで。 えー、まああの今ちょうどねブログねご覧いただいてる方もおいてると思いますし、えー、まだねブログをそういえばまだ見てないなっていう方もねおいでたと思いますんでね、えー、まあ,あの常に思いとかそういうのを書いてるんですけども、まあ、完成品というかこういうね出来上がったものとかをお紹介するということももちろんまあ,あ 作品として残していきますけどもやっぱりそれに至るまでのお制作プロセスというかね何、えー、かそれまでのこうこうどんな形で作れられているんだろうなっていうようなことですねまあ,あ写真をですね、えー、途中でですねこしょ、ねえー、カメラで大体まあ,あのプロ制作プロセスは大体のこのおー GR で。 のねこの GR デジタルもう10年落ちぐらいの現役選手ですよもうこれでですねえ片手でですねこうね作品を作るでしょでもう大体こう右まあカメラで基本的に右手で撮るんでねあのこう右利き用にできてるんでねもう左利きなんであの指導のモドードはするんですけども,もうねこ,うこういう感じでねだからあの両手手放しできないんですけどねでこう撮りながら。 えー、まああのねたりもし頂、まあね、いてあい,いって方々にですね、えーまあ、途中で送ったりもお制作状況を送ったりとかするにね残したりもするんですけどもまああの、まあえー、まあブログで、えー、共有っていうこともね、えー ささせててももらららったりとかねいながらで、まあ、今回あのブログで、えー、その制作コーデもどういうふうに出来上がっているのかっていうのをね、えー、共有するというか、うんまあ、そういう感じでねまあまあ皆さんとシェア、まあ、シェアですよね。うん、やっぱりこのなんか出来上がっているものもこれを見ることもそうですし。 えー、それがあどんなふうにどんな思いで、えー、どんな工程を経て一つの作品がね、えー、出来上がっているのか。ねあのー、まあまあ流れ作業のようにね出来てたらいいんですけどいかんせんこのこのね、えー、ハンドメイドなんでこの手で作ってるわけでしょ。ねこの手を生かしながらこの指先から、ね、まあ実際全身を使いながらですねこうおお使う。あの 道具がもう道具が何てうのもう自分を表現する指の先のような感じですよねそんな感じで,です、ね、全身を使って、えー、全部ね今年で流行りで言ったら全集中 <laughs> その時は、ね、それをやってない時はもうふぬけのようなあそうだですけど、ね、全集中でやってるわけじゃないですか。でもほんまに時間を忘れて うん、あの没入するっていうか、ねうん、あ皆さんも多分お仕事の時そうやと思うんですけどまあ,あのそんな感じですね。えーとまあまあ、ほんでまああとそういうねあのプロセスのおまとめたページも、ね、ありますんでね、えー、まだあのリンク載せてますんでね。あの こう見るんかこう見るんかあれですけどねあのクリックしてあのご覧くださいまあハットとかもそうですしキャスケットができるまでのこともそうですしまあ大体まあ革ジャンが見応えあるでしょうね10回にわたってねまあこれはまあまあこ,ううこういう感じでね載せますんでねん出来上がるまでのこれはあのもうほんまに78年前ぐらいの工程でのまとめた 写真集あの資料集というもう資料集ですよねブログブログというよりも資料集ですあのはっきりボビー・アートレーザーはあのブログっていうのはねえ資料集ですねアーカイブ集っていうかあ膨大な <laughs> ねすべての足や足跡が残ってますんでねえぜひねあの十分持ってねえご覧いただければなと思いますまあそれぐらいのたあの超対策だと自分でも自負していますねうん。 でまあ、あのー、そういうなんか出来上がるまでの思いとかそういうなのもですね、えー、ギュッとこう凝縮するというか、ね、そういう感じで、えー、なんかこう出来上がるまでの感じ、えー、それ出来上がってからのこともですねそれからそれをお届けして、えーね、お客さんが,がですね、あのー、のお喜びの声っていうかなユーザーズボイス まあそういう一年の流れみたいな感じをが、まあ、たまにねシリーズ化されてますけどね、まあ、ブログの中でまあホームページですねブログというよりもホームページの記事ですかね、まあ、まああのワードプレスなんでえー、まあねかまあ昔はアメブロを使ったりヤフーブログを使ったり、えー、いろいろやってますけどね、うん、もう結局今はまあこのスタイルですね、えー、2014年からもう6年。 かなこ,のこのホームページ前のホームページもまあ残してはいますけどもちろんまあまあ,あいろいろね、えー、深掘りしていただいてもかまいませんしね、えー、まあメールマガもね当時、えー、いろいろ手伝ってもらってたんで、えー、その中ではですね、えー、なんていうのやろう、えー、自分のお好きなものとかあ心に響いたものとかそういうことをですね、えー、ななんかこうまとめて載してるんですけどね。 うん、その辺もねあのご覧いただければボビーア・アトレザーというのの世界というのが深掘りできるかなと思います。ね。うん、まあ,あのそういう感じで、えー、まあ、まあ、ブランドは一日してならずですからね、うん、こ,こうやってね、えー、皆さんと一緒に、ね、このご覧のなっているご覧頂い,いている皆さんと一緒に、えー、歴史を作り上げていっているっていう意識でですね日々取り組んでおります。ねえー、それでは、まあ、あの素敵な日、ね、日曜日を お過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ